Super Jerk TV。当日なんですけど、まあ、リハーサルこれからしてみんなに会ってから多分実感湧くと思うんで、それまでちょっとご飯食べて、はい、スタミナつけたいと思います。ありがとうございます。今日ご飯食べきました。中華街っていうことでね、中華なんですけど、いや美味しそうですね。今日のメインです。楽しみです。これからどんな味がするのか食べてみたいと思います。ライブ、そうっすね、ライブがメインですね。ライブをしに来たんですけど、今日はまあね、追加公演かなけんが千秋楽ということで、まあ、平日なんでね、多分みんな仕事終わり学校終わりとかで来ると思うんですけど、そんな疲れ俺らが吹っ飛ばしてやるよっていう気持ちでやりたいと思います。頑張るぞ。おう、こういうテンションだ。ああよし、もう一つは冷たいのがいいでしたっけ。あ、じゃあ冷たいのがいいです。おやすみなさい。おはようございます。横浜です。6月末から始まって、なんか1ヶ月余りでね、ご公演ということで、ね、なんか寂しいですけど、あれですね、なんか綺麗に終わりたいなって感じです。まあ、今回はちょっとまあ、散々今まであのインスタライブとかでちょっとこうね、ギリギリの橋を渡って言わないように言わないようにしてきたんですけども、今回あの新曲が
ございまして、まあ、スーパードラゴンとしての新曲が1曲と、あとトモヤとジャンかながそれぞれで新曲を持ってきて、まだあの皆さんが見てる方のミクスチャー公演とはまたちょっと違ったようなミクスチャー公演になってるんじゃないかなと思います。まあ、今回あの通過公演でラストなんで、やっぱ僕らもここに向けて気合い入れてやってきたと同時に、まあ、ミクスチャーって結構まあ僕らもいろいろ案を練ったりとか、あの一緒に話し合いとかもさせていただいて作り上げてきたものなんで、でプラスやっぱ今までのこのツアー回ってきてファンの、ね、ブルーのみんなと一緒にこう作り上げてきたものっていうのがあるので、まあ、それを最後こう金剣に全てぶつけて、しっかりこのミクスチャーというものをいい作品だったなと、いいツアーだったなと終われるように頑張りたいなと思います。皆さんおはようございます。追加公演、神ヶ谷ミーホール、千秋楽でございます。あっという間の、前後公演でございましたが、しっかり、いいラストを飾れるように皆さんと、いいライブにできたらなと思っているので、リハーサルまずは集中して臨みたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気合入ってます、まあ、やっぱり前5公演で、今日の神奈川公演
は追加公演なので、まあ本当にそうですね、今まで出し切ったものを含めてもう本当最大限をここに全部置いていきたいなって思うし、次につながるライブにしたいなと思うので頑張ります。頑張る、めっちゃ噛むやん、大丈夫、頑張ります。ソロダンスは割と音ハメを重視してというか、割とギュッと短縮されてるんで、そこにいかになんか、うん、自分の魅力を出せるかなと思って音ハメでしっかりと見せて、なおかつなんか、うん、その僕のダンス終わってからどんどんそのラストスパートに駆け抜けていくんで、火を着火したいと思います。ねえ、もう最終ですよ、ちょうど1ヶ月ですか、初日からっていうね、濃密な1ヶ月でしたけど、まあだからメジャーデビューを経ての僕たちの、まあ、この2024前半戦締めますみたいな感じだと思うんですけど、もう個人的にはまあピアノがねありますから、今回はちょっとね最後やっぱり悔いなく全て届けきって終わりにしたいなっていうのがあるので、そこと、まあ、あとは発表もいろいろありますから、そこら辺はね、これから先も楽しいことたくさんということで、ブルと一緒に楽しめたらなと思います。ありがたいことにここまで本当にたくさんのブルの方々に来ていただいて、ついにラスト公演ということで、まあ、本当にラスト公演というのはいい意味でやっぱりラストというのもあって気合も入りますけど、その分なんか楽しむってことが僕的にはすごい大事かなと思うので、なんか MC だったりとか曲中も割と砕けたりはすると思うんですけど、まあ、そこも込みでなんかスーパードームらしさかなと思うので、なんか楽しいラスト公演にしたいです。ラスト公演ということで皆さん気合入れていきましょう、はいはい、かましていきましょう、はいはい、楽しんで安全にぶっかましましょう、はいはい、好きなくぶちかましましょう、はいはい、よいよ、悔いの起こさないようにしましょう、はいはいよ、よしきろ、よいよ、楽しんで、はいはいはい、よいしょ、スーパードラゴン、はい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 、you
Damn. じゃんだぜ、今ラップをここでかますぜ。まさかのここでかますとは思ってないだろう。今始まったアンコール、俺が浴びるぜたくさんのスパンコール、何度もコール鳴りやまないぜ。 Let's go pop star、yeah!で盛り上がったツアーでしたね、うん、なんかブルーがやっぱ今まで以上に声出してくれたり、うん、なんか手をこうヘンズアップしてくれたりとか、もうなんか盛り上がってくれてたんですよね。すごい、来てくれたブルーの皆さんありがとう。ありがとう。ということでこれからもスーパードームよろしくお願いします。俺たちがスーパードームでした。バイバーイバイバーイ。スーパードーム TV。